皆さんどうも、T 島です。では今回もファイアーエムブレムエコーズ続き遊んでいきたいと思います。ということで、まあ多分今回は戦闘はないかなと。で、まあクエストですかね。まあやり残したクエスト、まあ全部消化してきました。で、全くもってやってなかったので、リアルで3時間ぐらいかかりましたね。いろいろ洞窟とか入ったりとかして、なんか物探したりとかですかね。まあそういうようなことを繰り返してたんで、まあ結構時間かかりましたけど、まあレベルも、まあちょっと上げたかったんで上げて、まあセリカの方ですかね。ちょっと何人かクラスチェンジしました。で、一応クラスチェンジしたのがもうこの3姉妹ですね。ファルコンナイトに変えて、あとジェニーも聖女に、まあクラスチェンジして、あとメイですかね。で、メイもともと魔導士ですかね、だったので、ボーイとかと同じような、なんか賢者とかあっちの、まあタイプになるのかなと思ったら、なんか神官に、まあクラスチェンジしたので、まあもうもともとディーンが装備してた勇者の剣ですかね、もう問答無用で、もうメイの方に装備させました。で、一応武器の方も、まあ、聖なる剣と、まあ、勇者の剣ですかね。まあ、銀貨もだいぶ400枚ぐらいあったので、まあ、少し強化して、今、もうマックスの状態ですかね。そうですね。両方とも、まあ、星3つついてるので、まあ、強化が終えてる状態ですね。まあ、それ以降はちょっと今もう、金貨も銀貨もないので、それなので、まあ、それはまあ、また物語が進んでからにしようかなと。で、一応、アルム軍も同じように、クラスチェンジはしてないですけど、ちょっとまあ武器ですかね、強化したりとか、まあクエストも、もうほぼ全部終わらしてきました。なので、こっちの水門ですかね。水門じゃないです。ミラの神殿内部ですね。なんか水門を開けるのがどうのこうの言ってたんで、行ってみましょうか。お、レオがいる。船旅が終わったら、今度は砂漠って。神官様、私に喧嘩売ってんの。シミでもできたらどうしてくれんのよ。兄貴に愛想つかされちゃったらあんたのせいだからね。なんですって？バルボさんは見た目で人を判断するような人じゃない。そんなことあんたより私の方がずっと分かってるわよ。もうバカ正直に答えられても調子狂っちゃうのよね。さて、ちょっと探してみますかね。なんかあるかな。あ、蜂蜜。それ以外はこれはただのろうそくか。お、小さな歯車。さて、ミラの心臓の方に行ってみますか。こっちはもうこれだけかな。そうですね、一応ボーイもクラスチェンジはできるんですけど、レベルがちょっとまだ20になってないので、もうそのまま、まあ、まだクラスチェンジですかね、してない状態ですね。さて、じゃあ次は地下1階に行ってみますか。お、なんかおじいちゃんがいる。なんじゃあんたたち。ああ、わしが水門の番人じゃが。何？水門を開けろじゃと？ダメじゃダメじゃ。この水門を開けるのはソフィア王家の者だけじゃ。お前などの命令は聞けぬ。いや、ソフィア王家の者なんですけどね。なんじゃ。一緒か。さて、多分調べるでも何もなさそうな感じかな。お、また小さな歯車があったぐらいですね。ちょっと地下2階に行きますか。じゃあ、おっと、これは経験の水。ちょっと待って、っていうことはまたもう一つぐらいあるっていうことなのかな。それはもしかして反対側？ああ、反対側か。そうですね、ちょっとどうしようかな。
まあ、とりあえず今のところはもう飲まずに置いておきましょうかね。3章終わってからまたこっちに来れるのかどうかっていうのがちょっと気になるんでね。でも多分3章もこのミラの神殿からになるのかな。さてじゃあちょっとホールに行って、はるばるこの神殿までやってきました。しかし神殿は荒らされ、それどころではない様子で、いくら待ってもミラ様にもお会いできません。あ、薬草のシロップ。この神殿から北の地はドルクが支配しています。彼はドーマ教団の大祈祷師で、シリウを呼び寄せるんですって。足を踏み入れた者は頭から食われてしまうとか。おお、なんかいい経験値稼ぎになりそうですけどね。さてもう何もなさそうな感じですね。ちょっとそのままミラの間に行ってみますか。おい、誰もいないぞ。そのミラ様ってのはどこにいる？そんな、どうして神殿にミラ様がいらっしゃらないの？アンテージェ様、イルマ、これはどういうこと？申し訳ありません、アンテージェ様。私が囚われていた数年間の間に神殿がリゲル軍に襲撃されたのです。ミラ様は連れ去られ、アンテージェ様のサークレットも略奪に遭い、もうここにはないと。ミラ様がリゲルに連れ去られた？それは確かなのですか？はい、ルドルフ皇帝が直々に乗り込み、ミラ様のお力を封印し、イズコカへ連れ去ったそうです。ルドルフ皇帝が。リゲル皇帝が我がソフィアで何を企んでいるのです？王の牙。この剣の意味するところをミラ様であれば分からぬはずもありますまい。己、己、我らが盟約を破るか。どうまめ。おいおい、どうすんだよ。この神殿にさえ来ればなんとかなるんじゃなかったのか？だからそれはミラ様がいた場合の話だろ。俺たちだってまさかいないとは思ってなかったよ。でもこれで大地が枯れた理由は分かったね。ミラ様の恵みがなくなっちゃったんだ。これからどうします、セリカ様？そんなの決まっているわ。ミラ様を取り戻しに行きましょう。取り戻すって、どこに、どうやって？さあ、でもリゲル軍に連れ去られたのならリゲルにいらっしゃると思うわ。ちょうどここはリゲルとソフィアの国境よ。このままリゲルに渡りましょう。でもリゲルに渡って戦うなんて、今までの盗賊や海賊相手とはわけが違いますよ。もっと慎重に考えた方がいいんじゃ。考えたって答えは変わらないわ。ねえみんな思い出して、私たち何度も無理だと言われたことを成し遂げてきたじゃない。もっと自分たちの力を信じましょう。私たちならきっとミラ様を取り戻せるわ。
この混乱に満ちた世界を救えるのはミラ様しかいないのよ。違うな。あなた。それはお前だ、セリカ。いや、王女アンテーゼ。なぜそれを？お前に渡すものがある。それはリプリカ様のサークレット。何ですって？なぜあなたがそれを持っているのです？今はそれを問うべき時ではない、セリカ。お前はこれを受け取る意思はあるのか？それはどういう意味でしょう？これはただの母の形見などではない。お前はソフィアの王女としてこの王冠を頭上にいただく覚悟はあるのか？私には国や世界やそんな大きなことは分かりません。でもここにいるみんな、そしてここにはいない大切な人を守りたい。他の誰でもない私の意志で、私自身の幸福のために。これは覚悟にはなりませんか？十分だ。ではこれを、王女アンテーゼ。はい。ミラ様、謹んでお受けいたします。セリカ様じゃないだろう。アンテーゼ様。いいのよ、セリカと呼んで。でもこれからは私は自分を偽らない。それが困難を呼ぶことになるかもしれないけれど、それでもみんな私についてきてくれるかしら？しょうがねえな。誓ってやるよ、お嬢ちゃん。いや、王女アンテーゼ、我らの変わらぬ忠誠をあなたに。みんなありがとう。ミラはドーマ教団の司祭ジュダの手によって教団の拠点であるドーマの塔へ連れ去られたらしい。ドーマの塔ですか？そこにミラ様が。リゲルに渡るのなら賢者の里に住むハルク殿を訪ねるといい。きっと力になってくれるだろう。はい、ありがとうございます。なんかもう正体尋ねる気にもなりませんね。悪い人ではないし、私を思ってくれているわ。それで十分よ。でもなぜかしら、何か懐かしい気持ちがしたのだけれど。さあ行きましょうか。なんかクラスチェンジ、プリンセスにクラスチェンジしましたけど HP が1しか上がらないって。ちょっともうちょっといろいろ上がってほしかったですね。一応神官とかちょっと話してみますか。お城の人に聞いたのですが、生まれたアンテーゼ様を見てリプリカ様は決してミラ様にはお会いさせぬよう言われたそうです。あれはどういう意味だったのでしょう？どういう意味だったんですかね。ルドルフはミラ様を連れ去るため聖剣ファルシオンでお力を封じました。おそらく邪神ドーマがルドルフに与えたものでしょう。ドーマの塔へ行けばミラ様を救えるかもしれませんが、神竜であるドーマを倒すことはファルシオンでなければ不可能です。ということはそのファルシオンを手に入れないとダメっていうことなんですね。ちょっと調べてみますか、なんかないか。竜の鱗、壊れた床か。そうですね、それ以外は何もなさそうですね。
ミラの椅子。さて、ちょっともう一度じゃあ水門の方に行ってみますか。多分今もうサークレット装備してるんで行けるのかな。そのサークレットはまさしくソフィア王家の紋章では、あなたが行方知れずだったアンテーゼ王女様でございますか。生きてお目にかかれるとは思ってもおりませんでした。ああ、水門でございますか。はい、今すぐ仰せの通りに。しかしアンテーゼ様、こちらの水門を開けただけでは水は流れません。西の水門も同時に開かなければならんのですじゃ。西の水門、それならばきっと大丈夫です。え、何か心当たりでも。アルムがこんな事態を放っておくわけがないもの。きっと水門を開けてくれます。そうでしょアルム。さて、じゃあここは開いたのだら、あ、そっか、まだ水は流れてないって言ってたんで、まだ通れないのかな。そうですね、まだ通れなくなってますね。じゃあ多分アルムの方で水門を開けるっていうことなんですかね。じゃあちょっと移動して、まあ外に出ていいのかわかんないですけど、ちょっと一旦セーブしてからちょっとアルムの方ですかね。ただちょっとその前にちょっとミラの歯車の記憶の破片ですかね、ちょっとクエストクリアしてたらまたもう一つ手に入れたので、こちらですかね。ちょっと3つあるので、こっちちょっと順番に上からちょっと見ていきましょうかね。逃がしゃしねえぞ女、とっ捕まえてギース様に突き出してやる。誰か助けて、ミラ様、私を守りください。間一発だったね。君、大丈夫？ちょっと待って、俺は盗賊じゃないってば。君を助けに来たんだよ。そうなんですか。すみません、てっきり新手の賊かと。傷つくな。まあいいや、とりあえず君が無事でよかったよ。ありがとうございます。なんとお礼を言えばよいか。私はシルクと申します。あなたは？俺はジェシー、ケチな傭兵さ。君がソフィアの港を出ていくのをつけていく奴らがいたからさ、俺はそいつらをつけてきたってわけ。思った通りだったよ。そうだったのですか。全然気づきませんでした。旅には慣れているつもりだったのですが、油断してはいけませんね。それでシルク、君はどこを目指して旅をしているんだい？はい、私はあるものを届けにラムの村に行かなければならないんです。ラムの村って、あの南の端の？こっちは逆方向だよ。あ、そうでしたか。盗賊から逃げ回っているうちに分からなくなってしまって。じゃあソフィアの港まで送るよ。また盗賊に捕まったら大変だしね。本当ですか、ありがとうございます。でもどうしてそこまで親切にしてくださるんです？え、どうしてって、そりゃ可愛い女の子の前ではいい格好したいじゃない？まあ、っていう不純な動機だからさ。君も気にしないで世話になっちゃえばいいんだよ。そうですか。ではお言葉に甘えます。そうそう、その調子。ジェシーさんに
ミラ様のご加護がたくさんたくさんありますように。ん？何か言った？いいえ、何も。まさかシルクとジェシーがもうすでに出会っていたとは。ただまあジェシーはほとんど使ってないんでね、まああんまりあれから成長はしてないですけど。さてじゃあ次の目指す先はっていうところですかね。こっち行きましょうかね。おいパイソン、もっと早く歩けないのか。無茶言うなってフォルス、昨日から歩き通しなんだぞ。何を情けないことを。僕たちはこれから祖国ソフィアの命運をかけて戦うために誇り高き解放軍に参加するんだぞ。そんな情けないありさまでどうする。それもな。ねえ、本気で言ってんの？あ、本気だとも。なんだパイソン、今さらおじけづいたのか。別に怖くはねえけどさ、参加したところで意味あんのかね。解放軍の元になった騎士団って貴族の坊ちゃんばっかりなんだろ。俺たちなんか相手にされねえよ。どうせまた増票扱いだって。そんなことはないだろう、多分。おーい、お前だって疑ってんじゃねえか。確かにその可能性は否定できないが、解放軍のリーダークレーベ様は公明正大な方と聞く。僕たちの働きを正当に評価してくれるかもしれない。少なくとも今までのボンクラ領主に使えるよりマシだろ。そりゃそうかもしれないけどさ、軍人辞めるっていう選択肢はないわけね。辞めてどうする。実家に帰って大工を継ぐのか。え？今さらそれもな。だろう。それだけの腕を持ちながらもったいない。僕も今さら父の後を継いで学者になれるとも思わない。ここまで軍人として経験を積んできたんだ。どうせならやれるところまでやってみたいじゃないか。はあ、相変わらず前向きだね。違うな、後ろを振り返るのが怖いだけさ。お前でもそういうこと言うのね。たまにはな。さあ行こう。この森を抜ければ解放軍のアジトはもうすぐだ。急がないと日が暮れてしまうぞ。へいへい。さあさあ、じゃあ次行きますかね。ドゼー様、スレイダーです。ただいま参りました。来たか、スレイダー。はっ、このような場所に呼び出されるとは、一体何のご用でしょう。聞かれてはまずい話なのでな。万が一ということもある。お前に一つ内密に頼みたいことがあるのだ。離宮に暮らすコンラート王子とアンテーゼ王子、この二人を始末しろ。え、王子と王女を暗殺。見事成し遂げた暁にはお前をわしの右腕として引き立ててやってもよい。どうだ、悪い話ではなかろう。ああ、あの噂には聞いていましたが、今までの王子や王女の死もやはりドゼー様が。そうだ、その通りだ。あの無能なリマ四世の血など後世に残す必要はない。ソフィアを滑るにふさわしいのはこのわしなのだ。そうは思わんか、スレイダー。はい、それはもうおっしゃる通りでございます。しかしですね、リマ四世はこの国の始祖ミラの血を継いでおります。いかに無能といえど、それを絶やしては女神の怒りに触れる恐れが。ミラだと？あんな化け物、なんということもない。今となっては神殿でまどろんでいるだけではないか。神の顔色を伺いながら生きる時代は終わったのだ。これからこのソフィア王国はわしがこの手でこの意志で動かす。
さすがドゼー様。そういうことでしたらこのスレイダー喜んでお手伝いいたしましょう。結構は明後日だ。王が祭事でミラの神殿に出向くため城の警備が手薄になる。王子と王女だけではない。あの離宮にいる者は全て始末しろ。よいな。はっ。なんとまあ卑劣な。でもまあもうどうせもいないですけどね。さてちょっとじゃあアルムの方ですかね。こっち水門内部行きましょうか。あ、デューテ。あ、リュウトお兄ちゃん。リュウテ、正気に戻ったのだな。ん？正気って何のこと？またお兄ちゃん、よくわかんないこと言って。僕、タタラに操られてたの？そうなんだ。ごめんなさい、迷惑かけて。僕、何も覚えてなくて。いや、いいんだって言うて。お前が無事に戻ってくれれば、それで。お兄ちゃん、心配かけてごめんね。解放軍の人たちもありがとう。お兄ちゃんはみんなと行くんだよね。ねえ、一緒にいていい？僕結構強いんだよ。そうですね、デューテはこの僕っ子は仲間にしていきましょう。でちょっと一つ気になったのがこのデューテ、あーやっぱり転移は使えないですね。ワープ使えるのはやっぱり敵軍として出てきた時だけですね。ただやっぱりこれ魔導士なんでレベル20まで育てて、まあ、クラスチェンジしたら多分神官に行けるのであればもう剣持たしてもうバンバンあの前線で戦ってもらおうかなと思います。さてちょっと調べて何かあるか。あ、何かある。マナの草で、それ以外は、それ以外ないですね。ちょっとじゃあ水門の操作部の方に行ってみましょうか。ちょっと話しかける前にいろいろアイテムを回収して、なんか武器とかなんかそういう風なものはなんかなさそうな感じですね。そうですね、ちょっとじゃあ話しかける前にちょっと不安なんでセーブしておきます。さて会話してみますか。神殿の水門も開いたことだし、早速こちらも開くとしよう。しかし妙だな、ミラの神殿の水門を開けるのはソフィア王家のものだけなんだが。え、こりゃ生きてるって噂のアンテーゼ王女が現れたのかなんてな。セリカの働きによりソフィア水没の危機は免れた。セリカは自分の運命を受け入れソフィア王女として生きることを誓う。一方セリカが王女アンテーゼだと知ったアルムはソフィアをリゲルの手から守る決意を一人胸の内で新たにした。しかし聖魂を持つ運命の子である二人に邪悪の手は再び迫りつつあった。開きよったか。これは良好。あの小娘は必ずミラを追ってやってくる。自らこちらの懐に来ようというのなら拒むゆえもない。どれ、
わしが直々に出迎えてやるか。はい、ていうことで、多分これで3章が、まあ多分終わりですね。なので次回、まあこの続き4章の始めからですかね、やっていこうかなと思います。ということで、今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきまして、どうもありがとうございました。それじゃあ、またねー。